島岡達也の殺害を石田真理子と牧野博美に依頼した。もう飲まなきゃやってらんないですよ。その代わりに二人が横領した金の穴埋めをしてやったんだ。わざと税関から逃げ出した鈴木かなえさんは捕まらないように必死に多目的トイレを目指した。トイレにはあらかじめ武藤有沙さんが待っていた。鈴木かなえはコートを脱ぎ捨て、用意してあったナイフを受け取ってトイレを飛び出した。赤いコートを着ていない鈴木かなえとすれ違ってもきっと私たちは気づかなかったはずよ。赤いコートを着て帽子をかぶっている女を探してたんだから。その頃赤いコートを着てターミナル内を逃げ回っていたのは武藤有沙の方。そうとも知らず私たちは必死に追いかけたわ。ターミナルを出た鈴木かなえは石田真理子を追いかけた。そしてあの駐車場で目的を果たした鈴木かなえはすぐにまた多目的トイレに戻った。そしてまた武藤有沙と入れ替わって出て行ったのよ。あなたの狙い通り、私たちはあなたがずっとターミナルの中を逃げ回ってたんだと思ってた。牧野博美と一緒に蒲田のバーで飲んでた。そして酔いつぶれた牧野を、ほら下岡にもこうやって飲ませたんでしょ。ちゃんと飲みなさいよ。